こんにちは、太郎の旅です。今回もこのナレーション入り動画を作ってみました。今回の動画はですね、備後落合駅から芸備線で三好まで行って、三好から福塩線という列車で福山まで行きます。で、結果的にですね、山陰の新地駅から三好を経て広島県の福山まで行くという動画になります。中国山地を越えています。今動画はですね、綺麗な川が映ってるんですが、これは後から調べたら西条川といって、河野川の系列の川になるかと思うんですけど、この芸備線に沿って三好までこの川沿いを進んでいきます。で、この芸備線ですけど、備後落合駅が標高が高くて一番人里離れた感じなんですね。で、これから三好に向かってだんだん都市に降りていくっていう感じになります。あ、もうこれ映像は三好駅についていますけど、すごい青空ですよね。はい、三好駅です。ここ福塩線って言ってますけど、実際には福塩線です。すっごい間違えるんです、私よく。通勤通学半分に鉄道ファン半分って感じかな。芸備線で三好まで来たんですけど、三好まではまあ観光の人も結構いらっしゃって、ターミナル駅になってて、お客さんも多いし、さっきかける女学生っていうキャプションが入ってたんですけど、あそこで走っていく女学生さんが本当に漫画みたいで、なんか面白くって、なかなか何回か見返してしまいましたね。立派なバスターミナルがあります。次、府中行きが4時53分。はい、今度府中行き4時53分の列車に乗るようです。で、この男子学生さんの帽子が聖帽って今時珍しいなと思って、ちょっとこれに収録してしまったんですけど、はい、三好駅、今目の前にいるのがこの府中行き福塩線のワンマンカーです。一両編成ですね。駅舎を見ていくと木造でなかなか風情があって、そう、ここの駅舎は本当にターミナル駅なんですね。立派っていうんじゃないんだけど、味のある駅でした。もともとターミナル駅ですごい栄えてたっていうのが分かりますね。ようこそ三好へって書いてある、はい、三好駅の紹介をしてるんですけど、ペインティングがあれ六六首ですよね。なんで六六首と思ったんですが、三好に有名な妖怪の博物館があるみたいで、その縁で多分この絵が掲げてあるんだと思います。かなり巨大な絵ですよね、あれは。これがこれから乗る府中行き、西日がいい感じです。府中って東京の府中ではない、広島の府中です。三好駅でした。広島の府中も東京の府中もどっちもかなりの大きい都市なので、混同してしまいがちなあるあるですよね。車内、キハ120系こういうロングシートとクロスシートの混合した車内になってます。今、三好駅を出発するところです。この改札口を通り過ぎて、議員さんがいましたね。今街の様子なんかもちょっと映しています。ここ、列車の最後尾から遠ざかっていく三好駅を見てるんですけど、こういうシーンは本当に大好きで、こう隣にキハ40が、通過していくんですけど、すごく好きなシーンです。西日がレールに反射してとても綺麗なんですね。あー、すごく青空です。もうでも、そろそろ日が暮れるっていう時間帯、5時ぐらいです、これは。
八木駅、八木駅っていうんですかね、三好は三に月って書いて三好なんですけど、八木駅は八木なんですね。でここは上下、上下って駅名なんですか、そもそも地名なんですかって思うんですけど、上下っていう駅です。わエンジン音がうるさいですけど、ここはちょうどあの日暮れの時間帯で風景も綺麗なので、ちょっと長めにこのビデオに収録しました。でこれ府中に向かうワンマンカーの車内です。空いてますよね、結構ね。福塩線ってちょっと珍しくって、福塩線という一本の路線なんですけど、途中までは電化されていて電車が走っていて、でそこから先は非電化なのでディーゼルカーでっていう路線になってます。ここ府中駅で乗り換えになります。ここからはですね、福山までは電車が走っていて、通勤通学列車の様子を呈しています。こんなに乗るとしんどいですよ、やっぱり。乗り換え同じホームだとまあ楽なんですけど、こうやって跨線橋を渡って、橋を渡って次の列車になることになります。このクモハ105の1番というのは、クモハ105、そう1号機ってなんか反応しちゃいますよね。あの多分ファンの人はそういう反応しちゃうと思います。105系福山行きです。クモハ105っていう車両はたくさんあるんですけど、そのうちの、まあ、一番初めの車両に1番という番号をつけてるはずなので、1番に巡り合うとちょっと嬉しいっていう、あの一般の方には多分分かんなくてもいいような感情です。今府中を発車します。この列車もですね、もう夜更けで撮影するものもほとんどないので、撮影もしてませんし、福山の都市圏を走っているので、通勤通学の方で結構混んでいて、ほとんど撮影ができませんでした。はい、ここもう福山に到着しています。福山駅で降りていくところです。福山です。この電車は昔のあの国電をちょっと思わせて味がありますよね。ちょっとあの前に、前パンダメっていうのか、前面のガラスの周りが黒くペイントされてるのが面白いなと思います。福山駅も初めて来るので全然勝手が分からなくて、ホテルの場所にたどり着くまで結構時間がかかったりして面白かったです。山駅前なんですけど、釣り人、ゴールの釣り人像だって。そう、釣り人像ってなんで駅前にあるんでしょうね。そもそもなんでしょう、松尾芭蕉みたいな感じなんですかね。ニューキャッスルホテルに泊まる予定です。ニューキャッスルホテルです。思ったよりすごいでっかい立派なホテルですね。なんかプリンスホテルとかそういう系統のテイストを感じます。テイストを感じるって言っていいの？プリンスホテルのテイストを感じるとか失礼なことを言って申し訳ございません。チェックインの時にちょっと広めの部屋にアップグレードをしてくれていて、実際お部屋に行ったら本当に広い部屋でびっくりしました。いい部屋ですよね。もうこれ映像を見ただけでわかるぐらいいい部屋なんですが、あの残念ながら着いたのがもう9時過ぎてて、翌朝6時ぐらいにチェックアウトしないといけなかったので、宝の持ち腐れっていうか、あのせっかくの広い部屋を寝るだけに使ってしまって後悔が残りましたね。あとはテレビでしょ、空気清浄機、ソファー、ソファーがあるといいですよね、本当に。このソファーコーナーとベッドの間の間隔が広さ、そう広いんですなんて思ってて、バスルームはどんなんだろう。このホテルにチェックインするとついホテルの部屋の中をいろいろチェックしてしまうっていうのをいつも私はやってるんですけど、シンクもあって、なんか改めて見ると変わった行動ですよね、こういうの。嬉しいな、なんでこんなことしてるのか意味わかんないし、今
夜の9時で明日の朝早く出ちゃうんで、もう寝るだけだから、ね、悔しいですね。もっとゆっここくね、り体窓を験したい開けるのに、と、せっかくもうおなん城で。があるんですね。このお城眺めがすとごいんですよ。新幹線ホームがまたお城の JR 手の前にありまし駅て、がここ新幹目の線前ビュにンビュン通ってくるっあって、ていうその名前がお城でし夢のょ？ようなお城？ロケーションでした。すごいでしょ、お本当に城。夢のようです、これは。ね。どういう結の城構なしんでばらすくか？新幹線眺めま奥したね、山こ城っこで。て言うんですかね。目の前、部屋の目の前がお城でした。これが新幹線ホームで。なんか、光ってるものがありますね、あそこに。なんだあろう、れ、す教ごい会目立かな？ってて、教会に見えるんだけあれど、でがも宿実かはら結見え婚る式場かもしれ飛ないで山す城ね。です。ああいう結婚式場って、あ、今、なんだ、レイルスター、光おはレイようルごスタざーだっいまけ。す。はい、これ朝になりました。これから今日朝飯にしなっておりててもすそぐこ行きにまお城す。があります。当然ですけど。ああ、つらい。で、ここ切符を買ってるんですが、新幹線ワープって、あ、そう、新幹線ワープって言ってますけど、これ乗り放題切符で旅行してるので、福山から広島まで普通列車で行こうと思えば行けるんですが、時間がかかりすぎるんで新幹線の切符を別途買っあ、新て幹新線幹の線で移動しているっていうシまたーンに30なり分まもあるんす。だ。3番線、4番線。で、それを自分で勝手にワープって呼んでるんですけど、まああんまり普通の語彙ではないすみかまもせしん、れこだないでますとのぞみね。はどっちが先に広島に着きますか？そう、自分で時刻表を見ればいいんですけど、こういう時は人の力に頼ってしまいますね、のぞ結みが構。先に着くんです。あ、じゃあのぞみに乗ります。ありがとうございます。とりあえず朝だから立って。そう、二日酔いなんで、朝はだいたい二日酔いなんで、こうコーヒー飲料を選んだりします。これも旅行っぽくて面白いですね。で、さっきに、のぞみで行きますって言いながら、私実はこだまで移動してるんですよ。時間が間に合うっていうのが、後で分かったので、あ、のぞみで行きますって言いながらこだまに乗るシーンです。この車両も結構老朽化していて、あちこちガタが来てるなって、乗った時思いました。はい、これ、次、芸備線に乗るので、芸備線の乗り継ぎを確認してるシーンになります。今日のこのビデオはここまでですね。どうもありがとうございました。見ていただいて、また見てください。よろしくお願いします。